はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の一般角の三角関数についてお送りします。で、三角関数が始まってこれで3本目です。で、こっからサイン、コサイン、タンジェントがもろに入ってくるんですけども、それを使う前に実は三角比で一回やってるんですけど、ちょっと同じようなことをもう一回確認していきます。すごく大事なことなので。で、今回はもう文字がブワって書いてあって全部で7問です、穴埋めが。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いきましょう。で、さっきも言ったように三角関数です、ここは。けれど、数1でやった三角比の知識ともろかぶりします、ここは。はい。だから、あとね、ちょっと、先に言っちゃうか。三角比の数1の動画の76から79は、ぜひ、ちょっと三角比なんだっけなって思う子は、ぜひそっちを見てみてください。数1の76から79です。で、そこで公式とかいろいろ取り扱うんですけど、ここでも出てきます、三角関数でも。けれど、そっちで一回取り扱ってるので、公式に関しては取り上げないです。この後の動画でね。だから、あれ、その公式どこ出てきたみたいな感じになっちゃうかもしれないので、ちょっと不安な子はそっちも見てもらえるとありがたいですね。で、話を戻すと、まずこっちからいきます。で、これ、言葉で表すと、座標平面上で、X 軸の正の部分を始線に取り、一般角 θ の動径と原点を中心とする半径 R の円との交点 P の座標を XY とするっていうね、ちょっとね、わかる気持ちはえみたいな感じになりやすいんですけど、簡単に言うと、まあ座標 X 座標ね、 Y 座標がある、この座標平面上でここが始線なの。書いちゃおうか。ここね、 X 軸の正の部分だから、だからそこがスタートで、こうやって θ が動径で動く、やったね、動径動く。で、今ここまで動きましたって。で、その部分、ここの矢印ね、これが θ ですって動いた部分ね。で、その部分のこうなったのと半径 R の円があるから、そこの交点が P なんですよって、 XY ね、座標がってなってますっていうことを言ってます。で、その時に sinθ、cosθ、tangentθ を XY、 あとは R かを使って表すことができます。で、これもその三角比の時にやったのと全く同じ知識を使うんですけど、これここにね、こうやって垂線を下ろします。ちょっと出してこようか。で、今ここ θ でしょ。で、全部書いていくと xy なんで、ここ x です。で、ここが y になります。で、ここが r になります。なぜなら半径だから、ここいいね。で、あとは sinθ はこっから始めてサイン、こうね、こういう向き。で、から R 分の Y になります。これちょっと三角形の時と全く同じ説明してるんで、ちょっとサクッといっちゃいますけど。で、コサインはこの θ を挟むように、こうなので、C を書く感じでね。だから R 分の X。こうなる。で、タンジェントは θ スタートで T を書くように、まあ、引き体のね、T を書くようにこういくので、X 分の Y となります。で、もちろんこれも覚えてほしい。けれど、個人的に大事なのはこっちです。今、半径 R で考えました。円をね。ではなくて、単位円で考えます。単位円っていうのは半径1の円。ね、こういう1のね。で、それで同様に考えると、これ、sinθ、Y と一致します。cosθ、X と一致します。で、おそらく、参考書とか教科書だとこの流れで、タンジェント θ イコール m っていうのが出てきます。これでもここにこうやって直線書いてみたいなのがあるんですけど、ちょっと今回それ省略します。いい、こっちをちょっと重点的に覚えてほしいので。で、これは何かっていうと、つまり単位円で考えた時に cosθ は x 座標と一致するんです。で、 sinθ は y 座標と一致するので、この知識を絶対に覚えててほしい。これが。で、どう考えるかっていうと、これどこでもいいんですけど、さっき第一象限で分かりやすかったからちょっと飛ばそうか。じゃあ、ぐるっと回して、この辺に持ってこようか。今、θ がこうね。こんな感じ。で、この時に、
ここ xy、ちょ、ほんと xy なんだけど、書き直すと x 座標は cosθ と同じなんです。ちょっと狭かった。で、y 座標は sinθ と同じになります。で、それすると何がわかるかっていうと、この角度、まあ第三象限ですよね。ここにいるときって、コサインって x 座標だから、ここでしょ？つまり絶対マイナスなんだよね。で、サインもマイナスになります。で、なんでこんなことね、改めてというか言ってるかっていうと、じゃあ、こっち飛ばそうか。もっとぐるっと回して、こっちまで連れてきました。で、その時に同じように、x 座標はコサインです。で、y 座標がサインになります。はい、入ってなかった。ごめんね、下にかけ、あとちょっとずらします。軸を消して、まあ同じなんだけどね。コサインと、サインと、これ入ってるかな？ OK やね。で、さっきと同じように考えると、この第四象限にあるとき、x はプラスになります。つまり、コサインはプラスの値なんです。けれど、サインはマイナスの値になります。で、この何コサインがプラス、サインがマイナスをね、こんな強調してるか。これは、この後解いていったときに、そのコサインが、例えば両方出てくる、プラスマイナスで。けれど、角度の設定上、マイナスはなり得ないよね。だから答えはプラスだけです、みたいなのを判断する問題で結構出てくる。だから、こうやって、このね、単位円で頭の中で描くと。で、この角度、例えば200度だったら、200度で第三象限だから、こっちなんで、あ、コサインもサインもマイナスか、みたいなことを判断してほしいんです。いい？そのためには、まず、こうやって単位円を描いたときに、x 座標とコサインが一致する。そして、y 座標とサインシータ、これが一致するんだっていうのを覚えておいてください。で、最後、三角関数の値の、噛んでる、値の範囲なんですけど、サインシータ、これはマイナス1から1までです。で、コサインシータも同じです。これを超えることはありません。で、タンジェントシータは実数全体なんで、うちも先にも書いちゃってますけど、というふうになります。で、サインとコサインは x 座標、y 座標って話をしました。タンジェントに関しては傾きです。タンジェントは傾きって覚えておくといいです。いいかな？で、この知識を使って、まあ、次回からね、いろんな問題を解いていく感じになりますので、ぜひね、押さえておいてもらえればと思います。では、今回は、高校数学、数2の一般角の三角関数についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、さっきも言ったように、これを使った問題をね、いろいろ取り上げていきますので、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。